赤い靴。危険度レベル、兵。先輩は優しい方でした。彼女はどんな幻想体も上手に扱うことができたんです。しかしあの部屋に彼女が入ったのが、私たちの最大の間違いでした。いつの間にか先輩は靴を履いていて、とても満足げに笑っていたんですけど。その、何かが変でした。それは笑顔というかその。気がつけば、周りは血濡れだったんです。コツ、コツ、と靴が鳴らす音が廊下に響き渡り、私は目を閉じ死んだふりをしました。結局足から靴を取り外すことはできず、彼女は足を切り落とさざるを得なかったという話を聞きました。エレガントな女性にふさわしいペアの赤い靴です。靴を見た人に、それを履いてみたいという強い欲求を引き起こさせる異常性を持ちます。靴を履いてしまった場合、履いた人物の意識下の欲望が増大します。自制が効かなくなり、欲望のまま行動を起こすようになります。靴を脱ぐことを嫌うようになり、脱がそうとした人物を殺しにかかります。また、靴の中には驚異的な強さで足に食いつく歯が隠れており、そもそも脱がすことができません。脱がせるためには、足を切断するしかありません。